ピンポンパンポーン。このラジオは絵を描く上での参考には全くなりませんので、あらかじめご了承ください。かっこ、小石さんが話している内容は参考になる場合があります。かっこ閉じる。パンポンピンチーン。サルさん、なんじゃキー。最近キー。創作活動はどうだい？絵描いてるかい？書くわけなかと。なかと。あれだけ絵が好きなサルさんなのに？一切言ってないよね。ちゃんとその問いかけ毎回僕嫌いだよって言ってる。まあ今回もぶつかり稽古第2回撮っていこうかなって感じで。お、ならまた僕ら稽古しちゃうってことね。そういうこと。オッケー、じゃあ始めますよ。どうぞ。パチ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 。ってことで、今回のテーマ、絵が上手い人の特徴について、その絵描きの小石のような男と、全くの素人で普段絵を描かない新宿の猿が考案していくわ。考案？違う。何考案？語考っえていこう、語っていとくりあえか。ず。オッケー。僕めっちゃ語れる、多分。マジで？いろいろある意見、もしかして。何も絵描いまあ、てないパくッと思いついたやつ言えばいい。じゃあまず、絵が上手い人の特徴1。それはね、絵が上手い人の特徴1。まずね、頭の裏筋のあたりに、すね毛のようなちょっと濃いめな毛が入ってる人は、微量に上手い。みんな確かめたの？上手い人全員。そういうデータ？それは企業秘密っすわ。なるほど。まあだってね、犯罪級やもん。そうやね。ってことは男しか上手くないってこと？今の話で言うと。じゃあ、あれやわ、なんでそれを把握したかっていうのは置いといて、置いといて、とりあえず、あれやん。毛が濃いと、頭の、裏あたりに毛が濃いと、その生存本能が、むき出しになるもんで、そのオーラのように。で、念能力が使える。なるほどね。だから絵と混合して、そのすごい円を使う。絵ってのはやっぱ超能力なんだ。あ、上手い人。そうや、粘土体みたいな。能力で描いてるから絵が上手いんだ、みんな。そうだね。決して自分の力ではなし。あ、才能、センスだけ。センスっていうか、まあ、超能力。ここが持っとる、特殊能力だけに頼って絵を描いてる。ああ、なるほどね。そういうことか。ちなみに俺は全くの反対意見かな。そうなの？じゃあ来いよ。絵が上手い人はやっぱちっちゃい頃からめちゃくちゃ楽しくて描いてきた人。で、上手くなりたいとか、まあ、思って頑張ってる人も上手いんだけど、本当に上手いのはもう自然とちっちゃい頃から描き続けて、じゃなくても楽しくて描いてる人、もう膨大な数描いてきた人が上手いかなって。超能力とかじゃなくて、行で。ああ、それやってみたいな。ひたすら変えてきた人の名前じゃない。それは何？小石さんの体験何言ってるの？いや、俺は才能もセンスもないし。楽しくもない。それは分かんないじゃん。何しろだよ。いや、でもぶっちゃけ、ぶっちゃけ、おうちっちゃい時、まあ、いつから小石さんが書いてるか僕知らないけど、その書いてるちっちゃい時は楽しかった。俺は0歳の時から、寝返り打つ前から絵描き始めたらしい。寝返りより先にペンを持ったと。そう強靭な力だな。気づいたらもう絵描いてた。そう、それ逆に超人だわ。まあそれ多分絵描きやらん方がいい。そんだけ筋力あるな。何やった方がいい？サムニテじゃなくて。サムニテ？サムニテじゃなくて、なんてっけ、無エタイ、無エタイ、無エタイ。これもうずっと小石さんに最近言ってる。小石さんは無エタイ選手。まあ話それだけど、そういう感じなんだね。それすぎてわからなくなった。どういうあれ？とにかくサルさんは、その超能力を使ってる人が絵が上手い。そうだね、まあ自分の力ではない。俺はやっぱ自分の力かなって思ってるかな。そうなんや。まあ才能センスはあるけどね。なるほど。じゃあ2つ目、その
逆にそのまあみんな上手いんだけど、ここが上手い人は特に上手く感じるみたいなポイントある。これが描ける人は上手いんだ。逆に次こっちから言えば、分かった、その手とかが上手く描けてる人は基本的に絵が上手い印象だ。なぜ、なんでかというと手って複雑やん。複雑な手、複雑なやつ、曲がり方もいっぱいあるし、あ、その指紋とか、指紋とかは描かない、基本シワも描かないないやね、期待外れやん。指動かすとか5本あるし、うん、動きとか複雑やん。あ、確かにシコシコするときもよう使うよな。まあまあね、まあ確かにそれ、まあ、それそうはそうだわな、まあだよな、チゲラッチョベイビー。手は複雑だから、手をかけて構造とか理解してる人は、うん、他のところも基本的にかけちゃうって話よ。へぇー、もいいよ、強えじゃん。今度確かめてみ、手上手い人は本当上手い。あとオナに気持ちいい人も上手、それは違うね。ワンちゃん、ノーちゃん、ツーちゃんね、老怪老怪いや、それがこいつさんの、まあこれが上手い人は絵が上手いんじゃないかって。で、サルさん、サルさんはせやな、サルさんは、うん、そうやな、局部の局部のおけけ、またおけけ、またおけけあるじゃん、局部の、まあ、場所はと局けね、局け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 あるじゃん、うん、局け、場所は問いません。いや、局部の、局部のおけけ、ちゃちゃ、局部の場所断定するじゃん。じゃあ局部の毛やけどもさ、局部にもいろんな毛入ってるやん。例えば男やったら袋の下とかさ、なるほどね、そのあのチンチンの尿道の先とか、ちょっとはっきり言いすぎだって尿道の先におけけは入らないでしょそうなの、鋭いツッコミだね的確じゃん、まあ、まあそれ甘んじて置いといて、おけけの、あ、陰毛か、うん、極毛、極毛の場所は問いませんと、はい、の極毛の枝毛をこと細かくズームしたようにねじれるように描ければそりゃうまいこと、ことなしうまいことなし、ことなし、うまくないやん。あ、そうなのじゃあそれどういうことなのちょっとなんかある江戸時代のさ、最後の語尾なんとかことなかねんそう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 いうことだからなくはないってこと、そういうことだよっていうこと。え、それをうまく表現できればってこと。そう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 。そのしかもカッコね、カッコ枝毛、あれあれじゃなかった。局部の枝毛。局部の虚言の枝毛、枝を分かる。あ、要するに普通の人が絶対に着目しない部分に着目するその変態性と、うん、のそれを表現しようというその何。心遣い、積極的な、うん、情熱とかストイックな姿勢、そう、そういうのをそのケーキを書くっていうところから読み取れるってことか、うん、サルさんは。そうそうそう、その心情が僕のおけ虚言にジーンとくる、うん、だからこういう結末に至った、ね、かな。そういうことか、それサルさんもしかしたら正しいかもしれんなそうや、で僕全てを知るものやもん、絵の全てを教えれる、絵の全てを教えれる。マジか当たり前や、絵のことは任せる、絵のことだったらサルさんに任せろ、そう、っ黙って僕に聞けってことや。おぉ、何いいね、じゃあ次からのラジオでじゃんじゃん絵について教えてもらっちゃおうかな。オッケー、適当に答えるわ。オッケー、じゃあ今回はこの辺でまたな、アデュー。